ファランヘ島は、レバノン共和国におけるキリスト教マロン派系の極右政党、民兵組織。正式名称はレバノン社会民主党である。現在の党首は、サミージ・マイエル。透明の、ファランヘは、スペインのファランヘ島と、同様、キリシャ語で代替を意味するファランクスから取られたものである。アラビア語読みで、カタイブ島と表記する。ファランジスト島と、英語読みで表記することも、 G 行動をするファランヘ島院中央の手を挙げている人物がピエール・ジェマイエルエジプト出身の司会であったピエール。ジェマイエルが1936年にレバノン独立を目的に当時ヨーロッパで台頭していたイタリアのファシスト党やドイツのナチスを模範としたファシズム政党として結成。ナチスの突撃隊を真似た私兵集団を組織しナチス式敬礼を採用していた。 政党として国会内では少数勢力であったがむしろ土着のマロン派社会で強力な影響を持った後に登場してくるアラブ民族主義とは対立するフェニキア主義を主張し伝統的なレバノンナショナリズムを訴えた当初は反フッツ抵抗運動を行っていたが独立後は一転して国内のアラブ民族主義イスラーム勢力に対抗するため親イスラエル路線に変わっていった 1958年のレバノン内乱以降、党の不装化を推し進め、ピエールの次男、バシール・ジェマイエルは、積極的な反シリア主義路線を敷き、パレスチナ人難民排除を訴えて、党のシンボルとなった。1975年のレバノン内戦以降、代表的な右派の民兵組織として、マスコミに登場するが、1976年には、 バシールが9合と粛清の末、若手幹部を中心に民兵組織レバノン軍団を結成。党とレバノン軍団は次第に乖離していくことになる。1982年、レバノン国会で大統領に選出されたばかりのバシールがファランヘ島本部で演説中に爆弾が爆発し、バシールの他26人の党員が爆殺された。党の民兵はその報復として、 ベイルートに暮らすパレスチナ難民を襲撃し、サブラーシャティーラ虐殺事件を引き起こした。なお、バシール爆殺事件で逮捕、起訴され、有罪となったのは、実際には、シリア社会民族党の党員であった。1984年に、ピエールが死去すると、ファランヘ党はマロン派の浮遊、老年層が、支持者となって、親欧米志向を一層強めていき、現実的な考え方を取り、 時としてはシリアをも支持する若年層中心のレバノン軍団とは対立の様相を示すようになる。1989年内戦終結に伴いシリアによって武装解除がなされた。現在は反シリアイラン派勢力であるレバノン議会野党連合3月14日連合の一角を占めている ABCDE ブリタニカ国際大百科事典小項目事典ことバンク 2018年9月23日閲覧、is メンバーパーティーズ2019.1121閲覧、AB 英語、翻訳、例文、辞書アラビア語英語、グロスビーグロスビー2018年9月23日閲覧、Google 翻訳による出力結果 Google 翻訳。2018年9月23日閲覧、ありがとうございます。